9月21日、そして22日、去年、日本武道館ステージに立たせていただいて、ようやく思い出の地でファンの皆さんと思い出がまた新たに作ることができて、それと同時になんかこう恩返しすることが少しだけできたかなっていう中で、あの武道館を経てなんとなくフルスロットルのツアーのテーマだったりとか、なんかどういったコンセプトでソロとしてこうツアーを回ろうかなっていうインスピレーションもあのステージのおかげでこう思いつくことができたので、なんかああやって自分の思い入れのある場所でこうファンの皆さんと共にあえて特別な時間を過ごすと、新たな夢もできれば、こう新たな自分と出会えるなんかこう可能性があるんだなっていうことを感じて、まあ、あのまたありがたいことに日本武道館の、ステージに立つ機会をこういただけたので、まあ、今回のこのフルスロットル、逆にこうこのツアーを経てというか、 MC の中でも話させてもらってるんですけど、やっぱりこの、ね、ソロ曲はもちろんなんですけど、 EXILE として長年、培ってきたものだったりとか、感じてきたものだったり、学ばせてもらったものを、これからも生かしていかなきゃいけないなと思いますし、ね、こうファンの皆さんと本当にいろんな数え切れないほどのとんでもない大きなこう夢を見ながら思い出を作ることができて、いろんな記憶の中で本当にこうね、グローリーっていう、まあ、その名の通り栄光だったりとか、誇りだったりとか、なんかそういった意味があるんですけど、なんかこう名誉というか、皆さん一人一人のこう応援のおかげで、なかなか味わうことのできない、ステージだったり、なんかそういう場所に行かせていただいたなっていうふうに感じておりまして、でやっぱりそこには EXILE の曲がもちろんあって、なんかこう EXILE の曲とともに皆さんとの思い出だったり、まあ、皆さんもそうですし、僕もそうですし、日常のなんかこう景色だったりとか、その頃の匂いだったりとか、なんかこうね、いろんな記憶が蘇ると思うんですけど、なんかそれをただただこう歴史やこう過去や時代にその曲たちを置き去りにしたくないなっていう思いが強くて、なんかこうそれっていうのが過去の栄光にすがることだったりとか、浸ることだったりとか、ただそれだけではなくて、今の時代ならではの輝かせ方というか、なんかそういったものを模索しながら、なかなかこれまで届けられなかった EXILE の楽曲たちも含めて、これだけ長くボーカルとしていさせていただいている以上は、なんかその使命を勝手に感じながら、こうまた新たな責任を背負いながら、EXILE の楽曲と向き合って、EXILE TAKAHIRO ならではの形でお届けしたいなという、そういう思いを込めました。まあ、EXILE リスペクトもそうなんですけど、一貫してその思いはもちろん、まあ、ここ数年あるんですけど、なんかそれをただのアプローチではなく、時間や空間にしてしっかりとこうライブという形でお届けしたいなっていう思いがどんどんこう濃くなってきて、そういう意味でまたこう武道館のステージを去年とは違う形で、特別なものにしていきたいなと思ってます。空から落ちてくるジャズ、これをね、先ほどの、Your My Sunshine に続きまして、かなり久しぶりにと言いますか、皆さんに直接お届けするのは初めてですね。
いや、自分たちで言うのもなんですけど、いい曲ですね。ね。まあ、今回フルスロットルでも空から落ちてくるジャズを歌わせていただいたんですけど、なんかあの頃ってね、結構そういう曲が多くて、僕も個人的に好きなんですけど、エグザイルラブのアルバムだったりとか、あのアルバムに関しては唯一あのアルバムでツアーを回れてないので、あのアルバムの中からも歌いたいなと思いますし、アリーフっていう曲があるんですよ。ご存知かな。もうそれこそね、なんか知る人ぞ知るじゃないですけど、結構 EXILE を長く応援してくださってる方だと、あの曲って聴けないのかなっていう声をよく届けてくれるんですけど、なんかその辺とかもちょっとこう歌えたら歌いたいなと思いますし、まあ季節感問わずクリスマスライブでも歌わせていただいたんですけど、ね、If I Know とか、なんかあの辺も本当に素敵な楽曲ですし、まあ、あれこそ別にクリスマスっていう関係ないので、またこう新たな形でお届けできればなとも思ってたり、まあ、言い出したらキリがないというか、逆に言うとまたね、なんかこうファンの皆さんに、ね、聞きたい曲をなんか募ってもいいかもしれないなと思いつつ、まあ、その皆さんのこうリクエストを僕がセットリストとして曲順だったりアレンジだったり料理するのはもうかなり自信があるんで、そういう意味ではもう任せていただいて、ただただこの曲聴きたいっていうその楽曲をお答えいただければなと思いますし、投げかけていただければこのエグザイルバカがどうにでも料理しますんで、期待していただきたいなと思います。こうエグザイルってこうまだまだね、皆さんにお届けできてない曲が実はたくさんあって、まあ、このツアーでも、皆さんとねこう距離を縮めたという話をしましたけども、やっぱり僕ってこうそもそもまあ、何度も言ってますけど、エグザイルファンなので、ね、エグザイルファンでエグザイルのオーディションを受けてエグザイルに加入できた。唯一ステージから歌をお届けできる特権を持っているファンっていう感じなんで。やっぱりそのね、時代は変わりますし、やっぱ流行り廃りももちろんありますし、なんかこう追求していかなきゃいけない部分っていうのはたくさんあるんですけど、なんかいまだにね、EXILE の楽曲を僕も個人的に聴いてて、古って思ったことがなくて、やっぱりこう思いを持って作ってきただけあって、いろんな作家さんもそうですし、自分たちで書いた楽曲もそうですけど、やっぱりそのエグザイルに対する強い愛の下で作ってきた楽曲たちが多いんで、なんかこうそれこそ時代にね風化されづらいというか、でもやっぱりお届けしない限り人ってやっぱり忘れていきますし、どうしても曇っていくもんだと思うんで、もう一度磨き直してオーバーホールしてアップデートして、そして時にはもっとオーガニックにして、いろんな形でお届けできればなと、その可能性が EXILE の曲にはたくさん秘められてるなと思うんで、僕もなんか自分でワクワクしてますし、いやーエモかったって言って帰っていただける自信がありますんで、まあそれをやっぱりこう最近想像していると、一つのセットリストじゃ足りなくて、
なのでちょっとね、もしかしたらお時間許す限りというか、都合が合う方々は2日連続来ても同じものを 見たなっていうことじゃなくて、あ、両方来てよかったって言っていただけるような、なんかそういう、まあ、サプライズがあるのかな、なんかまあ企画も含めて考えたいなと思ってます。笑顔で終わりましょう。本当に今日はありがとうございました。今回またこのフルスロットルツアーでいろんな、なんかこう僕の思いを、言葉を選ばず丸裸でお届けしたこう、ね、夜もありましたし、なんかそういった意味でも皆さんとよりぐっと距離が縮まったかなと、思っているので、本当にこれからも、応援してくださる皆さんと、いろんなこう時代の中で共感をしながら、時にこう支え合いながらというか、励まし合いながら、一つのね、こう音楽を通して、ステージを通して、エンターテインメントを通して、また新たな思い出をたくさん作っていきたいなと思ってますんで、その第一歩としてといいますか、まあ、武道館、日本武道館、神聖な場所でまた、違った EXILE TAKAHIRO のアプローチ、そして EXILE の良さを精一杯お届けできたらなと思ってます。こうご期待です。よろしくお願いします。